金丸釣具店の石田です。今日はですね、水戸南フィッシングエリアからですね、第7回、釣場大会を行っておりまして、本日ですね、第2位ですね、佐々木さんですね、にインタビューをしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。第2位おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、結構ですね、まあ、総重量にすると、かなり、釣られてましたね。はい。1230g ということで、はい、第2位ということなんですけども、何匹ぐらい総数で釣りました？僕、今日7本しか上げてないです。ああ、そうですか。ああ、じゃあ結構、一番大きいのだと 540g ですよね。はい。はい。まあ、あとは参加者のね、方にいろいろこう、アドバイスとか、あったんで、なんか非常になんか申し訳ないなっていう形だったんですけども、はい、いやでも非常に。僕としてはいい経験になりましたよ。ありがとうございます。いやで、その中でですね、まあ、540g、そして330g、360g、はい、計1230g ということで、釣ったんですけど、どういう感じで、ルアーの、まあ、タックルというか、はい、ワームというか、はい、というのを使いました。ですね、まず、自分の、なんかサポートしてる奴らが、サポートというか、チームというか、一緒に来た方々が、すごいクランクが釣れてると話してきたんで、で、自分もクランクでタイニーブリッツの MR 使ったんですけれども、うんうんうん、ちょっとそこまでレンジが低いところではいなかったみたいだったんですよ。で、SR は持ってきていなかったんで、で、その1位取られた田崎さんの方が SR の方使ってたんで、ああ、そうですか。レンジ的に浅いところで食べて、追い食いで食ってるのかな。なるほど。っていう感じだったんですよ。で、僕はそれを取れる自信なかったんで、うんうんうん、リアクションを狙って、ジャッカルさんのマスクバイブ。はい、ああ、マスクバイブ、はい、はい。あれをちょっと普通に引いたら取れないんで、見えるバスに対してカーブホールで食わしたんですよ。うんうん、ああ、ゆっくりちょっと、はいうん。それでリアクションで食わせることによって僕は 500g が釣れたんで、なるほど、あ、これいけるなって。なるほど。じゃあ、はい、作戦なしということ で、ね、おめでとうございます。はい、今回、前回と参加していただいたんですけど、こちらの釣り大会参加してみてどうですか？ああ、そうですね。釣り大会としては、僕は結構好きなんですよ。ああ、ありがとうございます。普通の大会とかに参加すると、結構こう、ギスギスした感じがあるんですけども、ここはこう、アウェイの人でも参加しやすい環境が整っているんで、初めての方でも今日初参加の方、僕ガイドしてそうですね。すいません。ありがとうございます。すおかげさまでね、一匹釣れたということで、すごく参加者の初めての方がね、はい、喜んでいただいたのは僕も嬉しかったです。はい。ありがとうございます。今後とも金丸釣具店をよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。佐々木さん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい。